ヒロピー流 FX トレード手法、ヒロピー流フィボナッチの使い方、こちらの方をやっていきたいと思います。ヒロピーさん、よろしくどうぞ、お願いいたします。さて、当コーナーではフィボナッチの使い方、トレーディングの、やり方をご説明したいと思います。あくまでヒロピー流ですが、ご了承ください。こちらのチャート画面、5ドル円4時間足を出しました。唯一、ルール通りって言ってもあれなんですけれども、フィボナッチだけで僕がトレードする時が、ちょこちょこあります。フィボナッチっていうとですね、どこからどこまで引いていいのとか、よく引き方が分かんない、どこからエントリーしたらっていうのを、よくお困りの人もいらっしゃいますので、まず最初にちょっと基本的なことのお話をしたいと思います。フィボナッチは黄金比です。フィボナッチを、どこかの線で、このように引くとですね、支点から、引いた辺に対して、23.6、38.2、50、61.8、76.4、最後 100% という、比率が出てきますが、フィボナッチ比率だと、そこの、ポイントで、万物のものは全てのものはその辺りで、造形物が形成されているというふうによく言われててですね、水橋の巣とか、そうですね、はい、ローマの何でしたっけ、大理石とか、はい、ミケランジェロとかね、彫刻とかですね、はい、特に、ピラミッドとかですね、エジプトの、はい、クフ王のとかですね、全部、実は不思議なフィボナッチ数列に当てはまるんですね。雪の結晶とかもね、あ、そうだったかもしれませんね。そうですね、なんか小学校が中学校の算数の教科書に載ってた記憶があります。お詳しい。はい、それをですね、100年ぐらい前にですね、相場の世界に当てはめた、人物がおりまして、やっぱり人間、動物が形成するものはその比率にまとまっていくんだなという発見をして、近年でも、よく使われているトレーディング手法になります。本当に不思議ですね。さて、そんなフィボナッチなんですが、改めてこのように、引いていきたいと思います。まず基本的な使い方、ある辺に対して、頂点から、起点までざざっとざっくり引いてみましょう。これがまずできるようになれば、誰でもフィボナッチは使えるようになります。適当でいいです。本当に適当でいいです。さっと引いてみましょう。5ドル円4時間足、この撮影時間は2021年の1月なんですが、その時の高値、約81円、80.92 ですね、はいぐらいが高値、直近の際立った安値が、大体 77.50 なんですが、さーっと引いてみます。で、ある一辺に対して一定の押し目を狙う場合はシンプルにですね 23.6 とか 38.2 とか 50% 押しのポイントで止まりやすいという傾向があります。これもたまたま止まりやすいところに見事に止まってます。そうですね。はい。実はこういう現象はよく起こります。相場のトレンドから、シンプルにトレンドの一辺を引くとですね、ちょっと消してみます。で、僕はですね、本当に適当に際立ったこういうトレンドとかちっちゃなところをさっと引いてみる。おや、また今度は 50%、こういう引き方もありです。小さなトレンドの中をスッと引いてみて、これに対しての、押し目買いのポイントどこかなと思うんですね。いわゆるこういうふうに当時は見えてるんですね。こういうふうに上昇トレンド中だと。そうですね。その時にはそうですよね。はい。で、押し目買いどこだろうと、こういうふうに4時間足なんで、1日半に2日間ぐらい、2日近く考える時間があったんですが、ちょうど 38.2% 押しだったら、ざっくりこれと79円の10銭ぐらいですかね、ポイントもあれば、もう少し、50% 押しのポイントもあったわけなんです。ちょっと水平線引いておきましょう。ここは38で、50%で、もっとフィボナッチの効果を高めるためにはこのようにですね、水平線が引いたところがちょうど半値押しの 50% 押しのポイントだったんですけれども、ちょうど前回の高値ぴったり揃っております。ああ、そうですね。これはね、はい、うん、ダブル2回3回ぐらい止めてるんだよね。そうですね、うん、なので、実はこういった条件が2つぐらい揃うポイントっていうのは、まあ、ダブリポイントとか、コンフルエンスとか、まあ、メジャーな用語だとクラスターポイントというふうによく言われております。僕はですね、シンプルにファンダメンタルズとか無視してテクニカルも一切使わず、このフィボナッチだけでトレードすることがあるんですが、こういった条件が2つ以上重なるポイントでエントリーすることは多いです。これも本当に不思議なんですね。さっと引いてみて、めぼしい、ね、フィボナッチのラインがどこのポイントなんだろうで、ちょうどこの 78.82 あたりと半値戻しがぴったり一緒だったんですね。うん、さらにですね、もっと条件欲を言えばですね、仮にここが79円だったとしましょう。はい、オプションが絡むとか、節目が、節目ですよね、0050ライン。あ、そうですね。あそこがぴったり重なってると、まあ反発します。相当な確率で一度ぐらいは反発して、ある程度の含み益を抱える時間を与えてくれるぐらい信頼度が、角度が高い手法になります。ぜひですね、トレードでフィボナッチを利用してみたいって方は、このような引き方をたくさん、引いてみてください。本当によく、多く散見されることが多いです。時間足もですね、まあ、1時間足でも、まあ、4時間足でも日足でも全て、同じ使い方になります。こうすることによってですね、まあ、お仕事ほとんどされてると思うんで、差し値注文して、あとは本業の方にまず集中していただいて、気づいた時に「おラッキー引っかかってんじゃん」っていうことがよくありますので、是非、やってみると非常に効率的で、下手な何でしょう、感情を入れずに進みますので、かえってうまくいくケースが多いです。はい、それではこうちょっとフィボナッチで下がったところを差し値入れて拾えたとして。うん、まあそれで、まあ、実際 100%、まあ、ゼロのところですね、これを抜けて跳ねたら、まあどこかでまあ利食いますよね。そうですね。次にこう天井また打って一回下がり始めたりした時に、はい、もう一回これってここを起点を同じにして、はい、結び直したりもするんでしょうか。はい、よくやりますね。はい、次のおしめ買いチャンスもあれば、はい、また、さらなる新たなチャンスがあるかもしれないので、はい、関係なくよく引くことはありますね。例えばもう一つの手法なんですけれども、はい、一つフィボナッチを引いてみました。で、先ほどはちょうど 38.2%50% と水平線引いてみたらちょうど 50% とかここの高値で重なったっていう事例がありましたけど、はい、そういった2つ以上条件が揃うポイントをもっと見つけていくとですね、角度が上がります。で、どうやってやっているかというとですね、単純にちょっと見にくいんで色分けして、同じようにフィボナッチを、引き始めます。で、どう引いていくかというとですね、まず一辺にシンプルにいつも通りフィボナッチを引きますと。で、もう一つ小さなトレンドを判断してフィボナッチをこう適当に引いてみるんですね。こうやって引いてみるとですね、ぴったりフィボナッチが重なるポイントっていうのが、ごく稀に出てきます。なるほど。はい。で、ビシッとはまることはめったにないんですが、はまった時の威力は半端ないです。なので僕はよく昔会社に行く前とか、朝30分チャートパパパパパパッと見てフィボナッチ引いてダブルポイントを見つけておいて差し値注文したり、ある程度把握しておいて。こういう風に動いたらちょうどフィボナッチいい感じになるなっていうのを、まあ朝練を一人でやってたことが多かったですね。はい、はい、で、そうそう簡単には見つからないんですが、こうちょっと一緒にやって探していきましょう。ざっと、もうちょっと短い時間足にしますね。60分足。こうざっと見ていくとですね、まあどっかにチャンスがあったりすることが多いです。もう一回4時間足でもいいかな。あ、いいか、この辺で。こうね、ずっと練習するんです。チャートの形状を見て、ああここフィボナッチになりそうだなみたいなのが毎日やってると、まあうまくなってくるんですよ。あこれ絶対半値押しだとか、あこれ 38.2% 押しじゃねってので目視で大体分かる。目視してね、大体当たりを検討するところですね。そうですね。まあなかなか変態の領域ですが、こんな感じで引いてみて、当時はこういうふうに見えてるんで。こうですね、どこで押し目くるのかな、 38.2 はここか、押すのかなとかで考えてるんですね。でもう一つこんな感じで緑色にしてちっちゃい辺でこう重なるかもしれないポイントを見ていくんですね。でこれはこれ比較的かなり近しいですよね。ちょうどこの短い辺に対して 50%、 緑の方のフィボナッチですね。でピンクの方は 38.2 ともう極めて重なっているポイントが、重複しているところですね。でこれが、こうやって指値注文を出しておくんですけど、これは上がっちゃったパターンですね。でこれは普通に見送りになります。拾えずに上がれば見送り。残念これは上行っちゃったなっていうので、はい次の通貨ペア切り替えっていうので何度もこれを繰り返す作業になります。もし見送りになったらその日はもう消しちゃってもいい。もう全然消しちゃっていいです。ね、はい次、適当にユーロドルとか見ていきましょう。よいしょ。フィボナッチですね。ざっと引きやすそうなポイント。ここなんかありそうかな。ああ、そこ私は引かないところに引きますね。やっぱり見方が違うね。いろいろこうその時の、なるほどね。そこで見えてるところ、はい、でこういうのを探していくとですね、どっかに当たるんですごく練習になるんです。ああなるほどね。ちょっと面白い。ああ確かに。こんなにしておきましょうか。確かにヒロピーが今言ったみたいにその時点ではそこまでしか見えてないから、そういう引き方をするはずなんですね。です。私ついつい直近高値直近安値の全体像の中の高値安値は引きますけど、途中ってなかなか引かなかったんですね。そうですね、その小さなフェーズの中でもやっぱりフィボナッチみたいなのは起こってるので、そういったところをちょっと拾っていくと見つかるんですよ。はい。特にダブリのポイントを見つけやすい。そうなんです。そういうことなんですね。こんなの超綺麗なんですよね。1.2250 とか。なるほど。はい。でこういうふうに差し値注文して、ちょっとこれ空振りしちゃって残念な結果になってますけれども、違うか、ここで引いてなんでここですね、これは損切りか、損切りですね。でこれを延々と繰り返す作業になります。で引き方は要するに直近のトレードになってくるとですね、ここでは難しいけれども、こうもう少しこの辺に来てたとしましょう。で引いておいて、でまたもう一個小さな辺からこう引いておいてっていう作業になりますね。ただひたすらそれの繰り返しです。はい次にマイナー通貨ペアなんかも見ていきましょう。フィボナッチはね、通貨ペアはどんなやつでも、何でもいいんです。いけますもんね。ユーロ王子なかなかやったことがあるって人は少ないかもしれない。ちょっとマニアックかもしれない。そうですね。そんなチャートでもなかなか使えたりもします。さあちょうどこの辺りが怪しい変が見つかりました。こんな感じで当時こういうふうに見えてるわけですね。こんなんですね、ちょっと見にくいかな。ここの下落トレンドの辺に対して、戻りが 38.2% ぴったり重なるところがありました。はい、1時間足ですね。で、もう一つまた小さな辺に対して引いていきましょう。フィボナッチを分かりやすくカラーを変えていきます。またここからの下落、トレンドの小さな辺、例えばここにするとちょうど見にくいかな、半値 61.8% の戻りですね。ここの下落トレンドに対して戻りが 61.8 の戻りポイントがありました。ここぴったり重なってるんですね、ピンクのフィボナッチと。38.2 ですかね。はい、そうですね。はい、で、もしかしたらもう一つこっちで引いてみてもなんか重なる可能性があるような気もしなくもない。ほら今度は 50%。 ああ、そうですね。もうこれ3つ条件が揃ってますね。こんなことなかなかないんですけれども、いっぺんに対して、大きなトレンドに対してのフィボナッチを引いてみる、次のトレンド、次に大きいトレンドに対してフィボナッチを引いてみる、または小さなトレンドに引いてみる、はい、ぴったり、ここはたまたま重なっている条件が多いポイントでした。ここですね、分かりやすく水平線も引いておきましょう。バシッと、色が落ちた。赤色の方がいいかしら。よっ、こんな感じですね。はい。条件が多く重なるポイントですね。もう絶好の戻り売りだったみたいですね、ここが。でとりあえず大成功してたでしょうね、これは。でまあストーンとブレイクアウトしたわけですね。そうですね、はい。でまあこんなところがよくあるわけではないんですが、何度も何度もやっていると多くのたくさん通貨ペア、まあ大体1時間足4時間足ぐらいが一番相性いいかなと思います。効率的ですね。複数の通貨ペア見てさっさ引いていって、はいこれ違う、はいこれ違う、あこれチャンスかもしれないっていうのを目星つけておいて、線引いて、あとは、通常通りお仕事しててください。たまにチャンスがやってくるので、おやおやと、その時に差し値注文を入れておくだけになります。まあ、ちょうどね戻り売り押し目買いをする時に、まあ、一つのポイントとして、はい、フィボナッチであらかた目安をつけて、そうですね、これってフィボナッチの例えばその今 1.57458 とかあるじゃないですか、はい、これってどのあたりで実際差し値を入れるんですか？これはですね、もう大体線より少し手前で入れます。手前で入れる、空振りしたら一番悔しい。なるほど。じゃあ458ぐらいだったら44とか43とか、そうですね。で通貨ペアごとにスプレッドも違うので、それを考慮した上で少し手前に置いとくのがまあベターかなと思います。そうですよね。まあドル円ならねほとんどピタピタでもいいかもしれないですが、通貨ペアによってはスプレッドが違うので、まあただいかんせんそのスプレッドは一切気にせずですね、本当に1日2日のデイトレードにはもってこいなので、デイトレ短期のスイングですかね。で弱点といいますか利食いのポイントは正直ないです。まあね決めがたいです。いろいろとですね僕もやったんですよ。ここに例えば絶好のポイントで売れたとしても利食いどこにしようと、はい、とりあえず第1ターゲット全部戻したところにしようかとか、延長していったらどうしようって、ごめんなさい目処がなくてですね、ある程度のところで利食ったり、エクスパンションとかして 1.21 とかですね、 1.61 とかですね、その辺りで利食いを定めたりするんですけれども、ちょっと利食いの目安ってのは他に皆さんがお使いの移動平均線とか、オシレーター系ですね RSI とか使って、なんかそろそろダイバージェンスだなとか過熱感が出たなぐらいで判断して、もう利食いしちゃってください。これはエントリーだけに特化したフィボナッチ手法になります。まさに適当というとあれなんですけど、まさにアタラントスというところで、そうですね、自信で自分でこう決めて、そうですね、入れていくと。はい、これ本当に他の、外部環境を一切無視してこれだけ集中できるので、意外と気が楽なトレーディングのやり方ですね。はい、ちょうどいいので、なんかいいトレンド出てませんかね、これ出てますよね。なのでこういうのを見つけると、今現在、まあ、もうちょっと戻ってほしかったかもしれませんが、こうやって引いとくんですよトレンドの最中。なるほど、はい。でまあ、ちょうどこれ 23.6 で一応。まあどっちかというとこっちかな。 38.2 ですね。そうですね。でもしかしてここまで戻ったらラッキーって考えて売り注文入れておく、ほんとそれだけです。さて、そんなこんなで、もう本当に皆さんがあんまり見たことがない、トレードしたことがないという通貨ペアでも OK です。これと1時間足4時間足ぐらいにしてみましょうか。はい、はい。で、こういうふうに毎朝さーっと見てですね、ちょっとこれ今一番安値来ちゃってるんであれなんですが、こういうふうに引いとくんですね、こっちも。で 38.2 戻るから、あ、たまたま前回のこのレジスタンスラインが引けるポイントだぞって言って、もしこう戻ってきたらここで止まる可能性が高いんですね。はい、条件が2つ揃ってます。お、いいなっていうので差し値が、もう一回そこに水平線をあらかじめ引いとくと。そうですね、はい、わかりやすいようにってことですね。ですですです。でもう、はい、次なんですね。もう1000本ノックですね。ユーロカナダとかいかがでしょうかね。ユーロドルやれよという話ですがこんなのも引いておくっていう感じです。長すぎるんで、こういう短いのでもいいですね。こういうふうに引いていくと、あ、都合がいいフィボナッチがあるんですね。こう伸ばしてっていちいち指離さないでくださいね。もうこれぐらいですと、ちょうど前回の安値のね、1.5337 と 23.6 が重なってるんで、ここもいいかもしれないなとか、こういうふうにずらしながら、なんか本当に自分の都合がいいやつでいいんです。あ、探してみるという。です。こういうふうにやってって、あれこれ重なりそうっていうふうな、使い方、探し方を、ぜひやってみてください。そんなガツガツ多いわけではないんですが、たまに出てきます。これ結構大チャンスなの。はい、以上こんな感じですね、僕の、フィボナッチのダブリポイント、まあ、クラスターポイントの探し方ですね。はい、もう明日からでもできると思います。そうですね、はいはい、ぜひこちらの方戻りのポイントをこうあらかじめ想定をしておくのに非常に使えるフィボナッチ、はい、ぜひ皆さんで、こちらの方、トライをしてみてください。はい、指値注文を多用できます。はい、どうもひろぴーさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。